ボリングブルック伯爵は二度創設された爵位であり、一度目はイングランド貴族として、二度目はジャコバイト貴族として創設された。初代ボリングブルック伯爵、オリバー・シンジョン・イングランド爵位では1624年12月28日に創設され、第四代ブレッツォーのシンジョン男爵、オリバー・シンジョンが初代伯爵に上された。長男で、 推定相続人のオリバー・シンジョンは1641年に繰り上げ直所によりブレッツォのシンジョン岩爵を継承したが1642年のエッジヒルの戦いで戦死した。初代伯爵の次男ポーレットの息子オリバー・シンジョンが第二代伯爵となったが1688年に子供のないまま死去したためその弟でベッドフォード選挙区選出の諸委員議員ポーレット シンジョンが第三大伯爵になった。彼が未婚のまま1711年10月5日に死去すると、爵位は断絶した。初代ボリングブルック伯爵ヘンリーシンジョンジャコバイト爵位では1715年7月26日に、初代ボリングブルック子爵ヘンリーシンジョンが、ジェームズ・ロー・シン王によって、ボリングブルック伯爵に除された。以降、 ヘンリー・シンジョンは許されて帰国するものの、その後もハノーバー朝政府は、ボリングブルック伯爵くらいの創設を承認しなかった。ヘンリー・シンジョンが1751年12月12日に73歳で死去すると、ボリングブルック伯爵位は断絶した。一方、ボリングブルック死者区は、老いのフレデリック・シンジョンが継承した。ありがとうございます。